あ、ごめんごめん、お待たせ、お待たせ。ごめんなさい、お待たせしました。えー、鈴健さん、よろしく、よろしく。アイビーさん、パチパチ、あざす。えー、パスタさん、こんにちは、こんにちは。アイビーさん、こんばんは、こんばんはアイビーさん、こんばんは。パスタさんも、こんにちは。ちょっと今日ね、えー、10時からやる予定だったんですけど、少し遅れましたわ。すまん、すまん。画面見えてますかね 今日はね、えー、今夜は、中学生の英語を、えー、やすさん、こんばんは、こんばんはす、くらさん、こんばんは、今日もよろしく、こ、えー、こちらこそよろしくお願いします。えー、こんばんは、お久しぶりに参加させていただきます。お待ちしてました。えー、ユーザー 5J96 さん、お豆さん、こんばんは、こんばんは、お豆さん、こんばんは、さん、こんばんは、おこごめんね、ちょっとね、えー、10分、開始が遅れたんで、ちょっともう早速やっていくか。これね、2つとも、これを、 同じ意味の文にしろってことこれこれえーえー、な,、えー、な名前なんだそれこんばんはこんばんは、えー、世界さんこんばんは雪だるまさんこんばんはえー、ルキアさん遅くて今日ごめんねちょっとねちょっとちょっとあの遅れましたわ今日ごめんねこれねそれぞれ同じ意味の文章にしろってことアイビーさん「going to」そうここね「I'm going to ね」ね I'm going to cook. ね。I will cook と I'm going to cook は同じ意味ね。そう。えーみ、みえー、マイマイさんとか、雪だるまさんとか、ルキアさん正解ね。次これ。Will you eat lunch at the restaurant next Sunday? これをね、同じ意味にするには、 なんとか you, なんとか to, are you going to?Ivy さん正解、そうね、are you going to? ね、are you going to? are going, are going, are going,、ね、are going,、ね、I'm going to, これを、えー、疑問文にするときは、are you going to? ね、そう、is she going to? とか、えー、is he えー、are they going to とかね。じゃあ次、これ。don't eat too much. はるさん、こんばんは、こんばんは。えー、っと、たくさん、えー、たくさん食べすぎるなっていうのを、can't じゃないね、これね。許さん。ね、そう、ここは mustn't そう、mustn't ね、正解。mustn't.you mustn't eat too much ね。must not そう、mustn't. ね。mustn't, must not ね。must not. で、you mustn't eat too much. じゃあ最後。今日はこれね、全部で何枚だっけ ?1、2、3、4、5、6、7、8枚か。全部で8枚やるから、今日。ちょっとね、開始が遅れ,ちゃ遅れちゃいましたわ。次。let's do the work now. えー、アイビーさん、shall we? そう。 Let's do the work now. これは、えー、今、仕事をしましょう。今、一緒に仕事をしましょうとね。shall we? そう、shall we ね。shall we?shall we do the work now? 今、仕事しませんかってね。そう、shall we do the work now? 今、ね、そ, now? 今その仕事をしませんかってことね。はい。shall っていうのはね、えっとね、 シャルウィーで、そう、シャルウィーで、なんとかしませんか質問ありがとうね。シャル l ー we 何で、何何しませんかって意味ね。そう。はい。じゃあ次行くよ、次。次が、次これで、えー、今日2枚目。 でこ,れあれね、これはこれがどこに入りますかっていう問題この new「new がどこに入りますかっていう問題ね Here is your new English book.Here is your new English book. えー、サビ、サバ、サバガ、サバグラングさん、正解。アイビーさんも正解ね。3番。そう、これ3番ね、3番。そう。Here is your new English book. ね。3番に入るから。ここ。3番が正解と。ね、3番。ここに new が入る。じゃあ今度、これは、このハイ。ハイは、our village have, has very、uh, very mountains。これはどこだ n e w Our village has very high mountains very high 四番ねえー、っとカエリさんとか、えー、ユ,ーユーマウさんとかアヒルさんとかそう正解正解 これ4番ね、4番。very high mountains ね。very high mountains これが正解と。じゃあ、これは ?always は、always.always Always は、いつもって意味ね、いつも。he is kind to everyone これはどこに入る ?1、2、3、4の どこでしょうか最後2番カイリーさん、えー、c e w d コあ o k i さんこんにちはハルさんねこれはね2番そう He is always kind to everyone2 ね番ね2番、mm hmm. He is always kind to everyone、ね番ね、じゃあ最後 EarlyEarly Early は C の後 Good の後 u p の後 In の後 Da の後 どこだはい。最後、春るさん最後。in the early morning. これはね、えー、she got up early. そう、3番ね、3番。あひるさん正解。はるさんも正解。えネ、ー、むねくんさんとか、るきやさんも正解ね。そう、これはね、そうた、そうたさんも正解。ね。she got up early. In the morning. In the morning. She got up early in the morning. はい。OK でしょうかトラファルガーさんも正解。いやいや。頻度って絶対いつも同じ場所頻度って always とか sometimes とかな。she sometimes. ごめん、いつもはね、ちょっといつもはちょっとわかんねえわ。わかんねえけど。確かにこれ5番でもね、ありそうだね。In the early morning. うん。 いつも,いつもはちょっと言い過ぎかなごめん分かんないもしかしたら違う、えー、例外もあるかもしれない5じゃないのあまあ5もね、まあ、なくはないかな次これ3枚目ねこれはどれが入るかっていうそう「so, I'm going to buy なんとかプレゼント for Christmas」 うん。トラファルカさん受験なのでめっちゃ助かります。でしょうに。はいはいはい。えー、っと。あ、麦茶さんごめん。ちょっと今日ね、始めるのがね、10分くらい置けちゃった。うん。Many これは、そう。I'm going to buy many presents for Christmas ね。Many many そう。そう。えー、っと、リトルとかマッチはね、これね、数えられないものね。 数えられないものに使うから。ね、メニューは数えられるもの。で、これさ、プレゼンツ。つってこれさ、S あるじゃん、ここに S。ね。だからこれはメニーね。メニープレゼンツ h r i s t m a s 次なんだ、じゃあ次。We don't have なんとか snow in 大阪。We don't have なんとか snow in 大阪。 アイビーさんマッチ。ユーさんマッチ。ひなこさんマッチ。はぁ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 はマッチ。マイマイさん、キタルマさんマッチ。さあさあ、どれでしょうか。答えは、答えは、これマッチです、マッチ。ね。そう。英語ではね、英語では、これ実はね、スノーは数えられません。数えられないっていう風に分類されます。数えられない。ね。で、そう。うん マッチとかリトルは数えられないものに、に使うので。で、このメニーとかフィーはね、数えられるものに使う。ね。We don't have much snow in 大阪。ね。はい。深さん、そうそう、ユーダイさんそうね。えーえー、難しい言葉で言うと、深さん名詞ってやつな。そう、スノーは雪ね。そう、数えられない。じゃあ次。Tom needs なんとか time to think about the plan. Tom needs, んとか time, to think about the plan. これね、n e ー s は必要があるって意味ね。必要がある。トムは、ね、トムは考える。えー、っとね、アリトルおお、麦田さん正解。アリトルだよ、これ。うん。ね。で、そう、これね。 正解は、あれろ。で、実はね、英語ではね、時間も、これ、タイムも、数えられないんですよ。いやいや、1秒2秒ってさ、数えられんじゃん一1秒2秒って数えられるじゃんって思うじゃん。でもね、実は、実はね、英語では、タイムは数えられません。ね、ちなみにこれさ、ちなみにこれ、訳す、訳し方わかる So, Tom needs a little time to think about the plan ト。トムはトムはねそのプランその計画について、えー、少し考える時間が必要ですってことね。そう。トムはその計画そうその計画について考える時間が少し必要ですってこと。a little time a little time to think about the plan。そうそうちょっと考えるが必要それぞれ。 じゃあね、次難しいよ、次。次難しい。メニュー、そうだね、えっと、メニュー、そうだね、えっと、時間、英語ではね、これはね、数えられないから、メニューは使えない。次難しいよ、これ。Beth had, なんとか money, with her then。さあ、これはどれでしょうか ?a few, little, それとも few. ひなこさん、l i t t l e アイビーさん、コウキさん。コウキさん、few. お、アフューとリトルに分かれますね。どっちでしょうか。アフューとアリトルの違い。リトル。これはね、正解は、大井おたさん正解です。ミキさんも正解。これね、理論。そう。実はね、お金。お金ってね、英語では、これも実は数えられません。いやいや、1円2円とかさ、1ドル、 リトルってさ、数えられると思うじゃん。英語ではね、これは数えられないブルーに入ります。で、数えられないものは、リトルを使う。だから、Beth had little money with her then。で、これね、これね、えっと、リトルとあリトルの違い、みんなわかりますかリトルとあリトルの違い。実はこれね、Beth had had little money と ,beth had a little money で意味がね全く違ってくるのこれ。意味が全く違う。これね ,beth had little money だとこれはお金が少しもないって意味だね。そう。お金が少しもない。だからこの文章を訳すとね、 Beth had a little money with her then でえ、Beth はその時お金が少しもなかったって意味なの。で、a little だと、これは少しあるって意味。少しある。そう。少しある。あれか、ほとんどないとかね。ほとんどない。そう。だから、Beth had a little money だったら、 ベースはお金を少し持っていたっていう意味ね。そう。このリトルとアリルトルで全く違う。with her, with her はまあね、この、えー、えー、っとね、まあなんだろう。お金を持ってたっていうニュアンスの感じ。そう。彼女に、その、うん。with her then。これはね、こう日本語にはあんま訳さないかな。そう。こう、お金を身につけてたみたいな。 だからあんまこう訳すときにはこれはあんまり気にしないうん。ここめっちゃ大事でしょクソ理解できない。ま、あここ、これはあの理解っていうか、理解というかそういうもんだと思うしかないもん、これは。で、この few と a few も一緒ね。few と a few も一緒。few は、t h then はね、then はそのとき。 ね。例えば、I have few friends.I have few friends. だったら、私は友達がほとんどいないってことで。で、I have a few friends. だったら、私は友達が少しはいるっていう感じ。うん。はい。ぜひね、中学生、受験生とかはフォローをお願いします。もしかしたらね、偏差値が上がるかもしれません。はい。 どこ大出身パンさん、いい質問ありがとうございます。私はね、あの、早稲だというところを、わせだというところを出身でございます。はい。フューとビット。フューとビット、えー。使う位置が違うんじゃないかな。ビット。あ、リロビットとか。学部はね、創造理工ってとこや。すげえだろ。すげえだろ。尊敬していいよ。 はい。でもね、あのね、あの、最初、僕ね、あの、僕あれでよ、もともと、あの、勉強ができたわけじゃないんだよ。あの、中学までマジで勉強苦手で、まあ苦手っていうか、そんな別に得意じゃなかったわ。あの、えっ、ー、とね、公立中学校で真ん中より、真ん中よりも下だった。下。真ん中よりも下。だった。だけど、あの、だからね、あれだよ、あの、今ね、中学生で別に勉強得意、得意な得意じゃ、得意じゃない子も、 高校行ってから頑張れば、早稲田くらい行けるよ、マジで。うん、理系、理系、うん。そう。ね、だから、そうそう、あの、別に今中学生で、あの、もう一回言うけど、中学生でね、別に勉強そんなに、あのー、得意じゃないって子も、多分それはね、まだね、本気でやってないだけだと思う。本気でやったらいけるよ、マジで。うん。 そう、勉強苦手って言ってる子のね、99%は、まだ本気でやってないんだよ。はい。次行きます。これね、April, April is longer than February、えー。え、ケンゲ、ケシゲジ君、高校では毎日つも勉強。もちろんもちろん、毎日やってたよ。1日平日でもね、2時間はやってた。平日。はい。 そうこれね February is short, short, そう。ね、そう、short, 正解、正解。ふーたおさんも正解。ね。ゆうくんさん、塾。いや、僕は中学の時はね、行ってなかった。高校は、高3の時に、あの、呼び行ってたけど。えー、っとね、勉強朝方。 僕はね、もう夜型っすね。もう朝はもう眠くて無理だったわ。うん。はい。全知識の意味わかんない。でもやっぱ覚えるしかない。まあ覚えるっていうよりかね、まあ覚えるっていうニュアンスよりかは、こう、たくさん話して、たくさん音読して話して、いつの間にか覚えちゃったっていうニュアンスがいいよあそ。そのニュアンスが近い。え、はるさん、単語を覚えるのに効率的な。はるさんが中学生だったら、中学生だったらね、あの、英単語。 あの、書いて覚えるのがいいよ。勉強のやる気の出し方。まあ、勉強しなくちゃいけない理由を自分で作るかな。ルキアさん、リスニングのコツルキアさんね、リスニングのコツはいいよ。リスニングのコツはね、えー、これ中学生ね、必見です、これ。これ中学生、必見。中学生も高校生も必見。 今さ、今さ、中学生だったらさ、英語の、英語の教科書に、これ、このさ、右上にさ、右上にさ、これあるじゃん、これ。でね、これを読ませて、でね、これ読んだ後に、あの、リピートアフターして、自分で読むのよ。文章を。で、でもね、できるだけ、もうできるだけね、こいつの、真似して読むの。ね、いいあれだよ。 「Mine own culture is different from」とかダメだからねちゃんとちゃんとねちゃんとこいつこいつのまねしてねあのー、そう例えばさ「My culture is different from different from、うん、but the truth is」例えばさこのさ「の The truth is」とかもさこの最後の H とこの I が合体して「The truth is that the truth is とか、なんだろう、こう、ちゃんとね、ちゃんと、こう、ちゃんとね、なんだろう、こいつの、こいつの、真似して。MHR さん、中学英語って海外でもつ、めちゃめちゃするよ。てか、むしろね、中学3年間ちゃんとやれば、一人で旅行行って帰ってくるぐらいは、なれるよ、マジで。うん。で、でね、えっ、ー、と、あとさ、ね、それが、それがね、あの、できたら、次は、あのね、シャドウミングって言って、 こいつを読ま、なんつう、こいつを再生してる上で、上に自分で一緒に読む。意味わかるね。で、それができたら、あとね、もう一個あるのは、え、教科書を、あの、教科書を閉じて、ね、こいつに読ませた後に、読ませた後に、その、今何つってたかを自分で聞いて、その後に、え、リピートする。言ってる意味わかる そう。で、そうするとさ、ね、あの、ちゃんとなんだろう、こいつの真似して読めば、ね、こいつの真似して読めば、えー、リスニングも鍛えられるし、で、しかもねあの、文法も頭に入るし、ね、そう、だからもうね、リスニング、じゃない、ね、音読が、もうね、もうぶっちゃけね、中学生の、ね、音読だけでいいと思う、俺は、本当に。音読さえ、えー、あの、死ぬほどやったら、偏差値70超えるよ、マジで。 あそう、ごめん。音読と、音読と単語。音読と単語を死ぬほどやったら、偏差値ね、70超える。マジで。ガチで。本当に。真似するね。そうそうそう。でも、高校生も、高校生もあれだよ。あのー、音読はすげえ大事だよ。意味わか、あ、ごめんごめん。ごめんごめん。えっ、ー、と、意味わかってなくて、ごめんね。意味わかってなくても読ん、いや、まあ、意味わかった上で読んだ方がいいんじゃないかな。まあ、まあ、意味わか あいや、意味分かった方がいいよ、多分。うん。意味分かった上で読んだ方がいいと思う。うん。スベドメマーチ。あそうだよ、マーチ。マーチとね、あのー、マーチと横国。NHK ワールドニュースペース。えー、マイマイさん、中3受験生、英語がものすごく苦手。いや、マイマイさんね、あ、わかる。あのー、そうそう、なんかこう、 でも、それはね、英語に限った話じゃなくてやっぱねめっちゃ焦るあのー、そうね中3世はね焦るよねめっちゃわかるよ焦るけどあのー、そうだね焦ってこう、よくここを理解してないのに次行っちゃうともうそれこそ時間の無駄だからあのねこうだからもう焦る気持ちをね押し殺して今やってるところを完璧にした方がむしろねもう。 一それが一番の近道っていうか。うん。そうだね。横国、あ、横国も受かったよ。もちろん。横国受かったよ。じゃ、次ね。次いきます。ひろし、プレイスサッカー、the best in his class ね。これは、そう、ひろし、is。the best サッカープレイヤーね。is the best サッカープレイヤー。 プレイイヤーンヒクラスね。ゆうくんさん、もしは何年から、も,もしい、あれ、ゆうくんさんでごめん、中学生だっけ高校生あでも別に、1年生からやっていいと思うよ。次ね。your house、あ、これもあれね。これも、2つの今を同じ、同じにする問題ね。 これね高1かいや、高1だったらもう絶対受けた方がいいよ。もう大学受験はもう、大学受験は、あの、高1から始まってるんでね。次ね、次。Your house is larger than mine。これが、そう、My house is not。えー、風太夫さんにアイビーさんも正解。そう、As large as ね。As large as. as large as yours. ね。そう。my house.my house is not as large as yours. ね。次。次ね。my father can't sing as well as my mother. あ、役ね。ごめんごめん。役は、これね、えー、っと、あなたの家は私の家よりも大きいって意味。 ラージは大きいね。で、えー、下は、えー、私の家は、あなたの家ほどは大きくない。この as、as これね、as ラージ、アズで、えー、同じくらい大きいって意味ね。同じくらい大きい。うん。そう。 ね。っていう。だから、そう。えー、この最初にこのノットがつくと my house is not as large as yours。これで、そう。私の家はあなたの家ほどは大きくないっていう意味。ね。じゃあ、次。my father can't sing as well as my mother。これは、そう。私のお父さんは 私のお母さんほどはうまく歌えないっていう意味。うまく歌えない。my father can't sing as well as my mother. これをそう、my mother を主語にすると、my mother can't sing.Ivy さん正解。そう、better than my father ね。better than ね。better than my father。mymy さん正解。m i さんも正解。 マイマイさん英語できんじゃんはい比較聞く苦手モアさんここはねベタラさんだねベタラさんうん My mother can sing bit better than my father うん雪だるまさん高校受験で覚えておいた方がいい単語教科書に載ってる 単語全部やな。教科書の単語全部。じゃあ次行くよ、次。モアならモアの後ろに形容詞が必要だから単体で使える。なるほどね。はい。八分の五。英作文の行は稼ぐ え英作文の行を稼ぐちょっとそれ難しいなその質問ははいでこれねこれも次もこれ同じやつね同じ意味にするってやつこれもそうねサトシ s プレイ e ベースボー e r y w e l ルこれをそうプレイヤーねプレイヤー サトシ is a very good baseball player. ね。プレイヤー。はい。じゃ、次は、There are three libraries in our city. これは、そう。えー、私たちの市には図書館が三つあるって意味ね。これを、主語を our city。 にするときは、なんだ、has, has. そう、これ has ね、has. うん。our city has three libraries. そう。えー、直訳するとね、私たちの市は図書館を3つ持っているだけど、そう、これは、つまり、そう、私たちの市には図書館が3つあるって意味ね。has ね、そう、has.ok.、Okay. exist, exist はちょっとおかしいかな。うん。次。Kate gave John a nice present on his birthday.Kate は、えー、ジョンの誕生日に素敵なプレゼントを送ったっていう。Ivy さんと、MyMy さんと、え、MyMy さんできんじゃん、すげえー。っと、えっ、ー、と、コリさんと、ソータさん、ケントさん、正解。 これ to ね、to そう、ね。give は to ね。Kate gave a nice present to John. もしくは、そう、Kate gave John a nice present. ね、どっちでもいい。to と for の使い分け、まあ、それもね、むずいね。もう、もうそう、覚えるしかないかな。for、うん。これは、あ、そうださん、あの、いいんだよ。 それでもいい。そう。The name of the cat is Tora. えー、その猫の名前は Tora です。これを、そう、we, we eat, named. そう、ここで n a m e 名付けたっていうね。もしくは別にね、cold でもいい。cold. うん。named. ね。えー、だからそう、私たちはその猫を、 トラと名付けた。ね。食べるはいコ。コール、コール、そう。私たちはその猫をトラと呼んだとか。うん。まあ、それでもいいでしょう。うん。過去形。あ、確かにね。The name of the cat is t o うん。名付けた。w コール。確かに、原形でもいいか。うん。原形でもいいね。 はい。確かに。都立よりむずいはい。we c a n use to c a l l to, あ、thank you.present for you, ーあ、確かにね。present for you って言うけど、ま、あこれはね、そう。give だからね。give.give, give もの to 人。とかもしくは give 人物。うん。確かにね。確かに present for you って言,言うよね。 もう多分、プレゼントフォーユーはなんか、日本語、日本語英語って感じかな。6、次これ8分の6ね。はい。じゃあ今度はこれを、えー、この日本語を、日本語を、えー、英語にすると。for を使う単語 ?for を使う単語って何、何かあったっけ f o r イ i, i, I for って何があったっけ ?for, for, give, あ、by, by とかね、by. うん、あとなんだっけな。えー、人 ?use じゃないな。use じゃない use. 違うな。give, give じゃない。あ、send とか、send.wait とか。うん。I wish I could speak English well.no, wait, cook, あ、cook とかね。じゃあ、次いきます。はい。 その車は私の兄によって現れますと。そう。現れるっていう。The c a r ウォッシュが入るはず。素晴らしい。素晴らしいね。そう。ウォッシュが入るんだけど、ね。そう。えー、シュートさん、マイマイさん正解。そう。The car is washed by my brother. ね。s ね。s 受け身だから。ね。そう。 B 動詞プラス、B 動詞プラス、過去分詞系ね。そう。で、受け身系ね。現れます、洗礼。はい。The car is washed by my brother. じゃあ次。えー、サッカーボーイズの国語読解国語の読解マジ。俺もわかんないかな。えー、っと。 炙り、酒大根。都立入試の長文は全部読まない方が。ああ、ごめん。俺ね、都立入試のもあんまよく問題わかんないんだけど、全部読まない。まあ、問題によるんじゃない問題によって多分あると思うよ、そういうの。シュガー好きそう、これはね、そう、これらの本はスミスさんによって書かれました。これはなんだ ?These books.These books. そうね。 そうこれね、えー、書かれただから、ね、These books were ね、were.were written ね、w r i t t e n ライトの過去分子形で、w r i t t e n ね。These books were written by Mr. Smith.were.These、ね、books were written by Mr. Smith. 受動隊。そうそう。受動隊ね。じゃあ今度これはあの学校は1992年に建てられましたと。That school なんとか、そう、建てられた。そう、right road rhythm ね。was built. ダイエーさん正解。ね、正解ね。That school was built in 1992. was built. そう。これだよね、そう。あの、あの学校は、1992年に建てられたね。そう。was built. 過去分子って動詞に、いや、式季さん違うんだよ。それがね、あの、動詞によって違う。こんな感じにさ、全く違うやつもあるし。そう。これは、ライトの過去分子系だし、もうこんな風に形変わるやつもある。build。 ビルド、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 ビルドか。これはもうね、覚えるしかない。次。そのコンピューターは、ジョンによって使われませんね。使われません。The c o m p u t e r あ、ごめんごめん。これね、あー、すまんすまん。The computer. シュートさん、正解、正解。 そうね the computer isn't isn't、isn't used by John ね。ね isn't used。そう、まあちょっとこの文章があんまり意味は分かんないけどね。そう、the computer isn't used by John ね。ねサッカーボイス何回いいねじゃあね。 あと3000回お願いしますわ。反響してる次行きまーす。want, to, to, w a n a w a 同じ意味だね、それは。are you Japanese? これな、7枚目ね、7枚目。さあ、はい。私は、えー、メガロディーテさん、こんばんは、こんばんはーす。will not の短色系の want, want. So, I want to be ね。I want to be. もしくは I want to become ね。I want to be a doctor ね。そう。はい。じゃあ次なんだ、次。姉は英語を勉強するためにアメリカ映画を見ます。さあさあさあ。My sister watches American movies なんとか英語 ここはねそう英語を勉強するためにっていう意味水木さん正解スタディねそうそう私の、えー、姉はアメリカ映画を見ます「トゥスタディ」「トゥ・レアン」とかね「そうトゥ・スタディ」ね「トゥ・スタディ」そう英語を勉強するためね 英語を勉強するために、えぇ、ー、アメリカ映画を見ますね。そう。だから、そう、えー、I, I go to school to meet, to see my friends とか、ね。そう、ね。to study English. この、to, to 動詞で、そう、何々するためってね。するため。うん。 ふぶきさん、このライブ来て、マジでめっちゃ嬉しい。ちょっとそのコメントは後でツイッターにあげます。ふぶきさんありがとうね。頑張ろう。次ね、これ。彼は何か彼女にあげるものを探しています。はい。He is looking for something. なんとか、はあ。コウキさん、ふうたおさん、柿の種さん。正解、そうね。えー、ボスモンタさん、バラー、アザース。 He is これね、look for で探すって意味ね。look for で探す。そう。で、この何かあげるもの、何かあげるものっていうのは、そう、to give ね。to give.to give her ね。そう、something to give her. そう、これでそう、これでね、えー、っと、待って、そうたさん。めっちゃ嬉しいコメントありがとう。後でツイッターに、ツイッターにあげますわ、これ。はい。これも、うん、something、例えばその、something to eat だったら、何か食べるものね。I want something to drink とかだったら、何か飲むものが欲しいだし、えー、そう、something to give her だったら、 何か彼女彼女にあげるものね。そう。something to give her. そう。something, うん to, うん to do とかね。そう。something to do とか。はい。上の b.b, これかこれはね、えー、っと、このね、えー、to の後は動詞の原型になるから、 ツイッターあ、ツイッターね、ごめん、ツイッターね、あの、ごめん、えっと、僕の、この、えー、いん、じゃね、この、これ、この僕のアイコンタップすると、えっとね、この辺に、この辺にね、あの、ツイッターとインスタと YouTube があるから、あの、全部登録してくれると嬉しい。ね、ここ、ここ、ここから僕のインスタ、ツイッター、YouTube に、えー、いけるので、もしよかったら全部登録してくれ。 特に、あの、特にね、YouTube お願い。特に皆さん、YouTube お願いします。皆さん、皆さん特に YouTube の登録をお願いします。YouTube が人増えないんです、全然。お願いします。あ、しきさんありがとう。<laughs> はい。はるさんありがとう。はるさんもありがとうね。あ、わかったから早く、はい、すいません。これね、そう、これは to work ね、to work。はい。 I'm, よかろう、あざす。YouTube, あざす。I'm very happy to. これもね、そう。I'm happy to なんとか。で、私は、だからもう、もうこれでね、もう結構いろんな文章作れるんだよ。I'm happy to see you とか。ね。I'm happy to, to eat, eat. 松坂牛とかさ。松。松坂牛。とか、I'm happy to, to, to know, to know, I'm happy to know, a, the truth とか。私は真実を知れて嬉しいとかね。 もうこれでもいろんな文章作れるでしょ ?I'm happy to, to see you とかね。まあ、うん、see you とか。はい。そう、私は何とかできて嬉しいっていうね。そう。ね。I'm very happy to work with you. そうね。あとあれだよ、英語はね、英語は、こうやって、あの、なんか一個覚えたら、それ使って文章を作って、あの、外人と喋るとね、英語力が上がるよ、マジで。 そう覚えたらすぐ使う、ね、英語は音読と、えー、音読と単語と覚えたらすぐ使うを意識すれば偏差値70超えるはい「I'm glad to be here with y o u スカイさん MeToo」me too. じゃあ今日これ最後ね最後のプリント8枚目「TooSong」 to sing かなするときは、to sing. そう。歌えて嬉しいとかね。歌えて幸せとか。最上級、比較級。ゆずきさんいいよ。じゃあ今度やるんで、ぜひ僕の TikTok をフォローお願いします。じゃあこれ最後、今日ね、これだけやって終わりにするわ。なんか声が塾の先生にマジで。 My brother likes to collect postcards.I'm happy to watch this live. あ、ガガガさん、ありがとう。嬉しい。しきさん、I'm happy to はね、そう、何々できて嬉しいって意味ね。collecting, そう。水木さん正解。collecting。これ実は、あの、like は別に、to 動詞でも同名詞でもどっちでもいいんだよ。 だから、I like to sing でもいいし、I like singing でも、でも、どっちでもいい。ね。I like, I like speaking でも、ああ、じゃ I like to talk でも、I like talking でも、どっちでもいいの。覚えたものすぐ音読。それめっちゃいいよ、マジで。あ、カリーさん、こんにちは日本語にも訳して、あ、ごめんね。これは、えっと、私の兄弟は、えー、 ポストカードって何だろうごめん。ポストカード。ポストカードを集めるのが好きですって意味。サッカーボイス参戦か。本当やったのサッカーボイスありがとう。じゃあ次ね。そう、ポストカードを集めること。集めることが好きですって意味。絵はがきか。絵はがき。Thank you, thank you. ね。で、次。We played We played video games at home.We enjoyed that. これは、そう訳すと、私たちは家でビデオゲームをした。私たちはそれを楽しんだ。これを同じ意味にすると、ね、そう、We enjoyed playing video games at home.Enjoyed playing video games. そう。So, played, played ね。そう、played. あ、ah,、ごめんごめん。え Enjoy、enjoyed, enjoyed playing.enjoyed playing video games at home. じゃあ次。reading books is very important. これは、これね、えっと、本を読むこと。reading books で、本を読むこと。本を読むことはとても大事です。ね。reading books is very important. to read, そうね。そう。本を読むこと。読むことっていうのは to read ね。to read.to read books is very important. ね。そう。この、えー、動詞に、IN、動詞に ing つけると読むことになるし、別に動詞の前に to つけても読むことになるから。読むこと。 読むこと。to, これ大文字だよ。いいんだよ、大文字で。最初だから。そう、だから、to eat.so, to eat is fun. とか、to, え h、uh, to study English is fun. とか、so, to, to talk with friends is fun. とかね。枠が一つなら、リーディング。そうだね。そういう感じですね。次、次。じゃ行きます。最後。 When did it begin raining?When did it begin raining? これね、意味はね、これ、えー、っと、いつ雨が降りは、降り、んいつ雨が降り始めましたかって意味。そう。いつ雨が降り始めましたかこれをね、別の言い方すると、When did it begin to rain? う、so, to rain。 ね、そう、あの、begin もね、begin もえ ing でも to でも、どっちでもいいから。begin, begin to, e begin to sing, e begin singing とかね。begin playing とか begin to play とか。はい。やださん、発音ありがとう。そう、えっとね、begin と like, begin とか like はね、別にどっちでもいいんだよ。 I like talking. あ、違う、I like. さっきからなんか talking ばっかり言ってんの。ふうたおさん、ありがとう。あ、ビギンはね、これ。始める。えー、いつ雨が降り始めましたかそう。じゃあごめん、ちょっとね、もう11時になったから今日終わりにするわ。 えーっと、そう、上の分とね、同じ。うん。じゃあ、ごめん、今日ね、え十、ー、11時になったんで、ちょっと明日は、明日はね、ちょっと時間、あの、やまなやまない雨はないうん。次ね、えっと、おお、りさん、あざした。明日は、Thank you, thank you. 明日はね、まだわかんないけど、数学、数学と英語をちょっと両方やろうかな。ちょっと、あの、昼間、昼間の、ええー 3時とか4時ぐらいに1回やって、で、また夕方ぐらいに1回やってっていう風にしようかな。明日ね、えっと、えー、t ツイッターとか、あと TikTok の、えー、プロフィール画面に、えー、多分ね、あの、告知がいくので、それをぜひ、はい、おはようアメリカ人です。おはよう日本人です。じゃあ、終わりにします。じゃあね。 皆さん、良い週末を、おやすみなさい。よこ、ここ、蹴った方。<laughs> いや、まあ、うん。はい、あざした。じゃあねー。え、待って待って、ゆきだるまさんありがとう。高校のやつあ、しきさん高校生なんだ。じゃあ、失礼しまーす。バイバーイ。See you. Bye. Bye, sir. Bye.